長三州、長三州、長三州、長光、三州、天保四年九月二十三日、千八百三十三年十一月三日、明治二十八年、千八百九十五年三月十三日は、文語国生まれの勤農の志士、官僚、官学者、書家、漢詩人、陽明、富太郎、後光太郎、太郎、字は、よ章、し五、三州、長生、 銀河、秋市、暮れな客など。金能の志士として、倒幕運動に反省を捧げ、母親戦争を戦う。その後、山口藩の反省改革に携わる。明治3年、上京し、大城管制度局の官僚となる。明治5年には、文部官僚として、市の広瀬丹僧の管理園の学生を基礎に据え、日本の学生の石を築いた。また、 明治初夏の第一人者で近代学校制度の中に習字を位置づけた第一の功労者である。また、漢学者、漢詩人としての名声高く、漢学の長三州、洋学の福沢諭吉として明治前半期の教育界の総壁を成した。水墨画や天国の腕前も一流であった。長男は西洋史学者の長寿吉、天保四年、1833年分五国。 大分県日田郡、真原村の樹家、町売外の第三子として生まれる。幼い頃から父梅街の訓導を受け、15歳で広瀬丹僧の門に入り、後に丹僧の弟の広瀬玉僧の塾で熟生を教えた。死、書、が、天国をよくし、死と書は、特に有名で、死後編纂された詩集、三臭古事集は、全11巻、約2 0 0種に及ぶが、 これに掲載されていない作品も多数存在する。書は、眼神経の書法、眼法を固く守り、眼法の開拓者として名高い。明治年、千年、1877年眼法で、執筆した、小学校修字本が発行された。幕末の頃は、尊能上位の死地と交わり、国時に奔走す、長州藩に身を寄せつつも、に豊か、文語。 武前の倒幕運動の中心人物として暗躍。薩長同盟の立役者の一人でもある。母親戦争においては、仁和寺の宮義明親王の越後口政党軍の参謀として、西恩寺金持、三部元大山形京介等と共に従軍し、その後、長岡、合図を転戦。母親戦争後は、山口藩議政局初期として、明銀館五志司法及び、 小学規則を制定の後、手のひらりに昇格し、長州兵の平成改革に携わるが、この改革により、騎兵隊脱退騒動が勃発。木戸高義党と共に、これを鎮圧。毛利玄徳の薩摩行に随行ご状況。明治3年10月、大乗関係大使、制度局員となり、江藤新兵と共に、月2回の午前会議、国宝会議に出席し、 諸制度を起贈。また、新聞雑誌発刊に携わり、生命を指名で、新法権論を発表し、廃藩置県を主張。明治5年、大学賞進むに認じられ、学生5兵を起贈。同年8月に反布された、明治学生の中心的な起贈者となる。以後、文部大進むを認じられる。その後、教部大進むを認じられると、 西南学区巡視に赴き9ヶ月近くかけて、西日本の教育状況をつぶさに巡察して回る、大阪、京都、三重、奈良、滋賀、兵庫、広島、香川、愛媛、徳島、高知、島根、鳥取、山口、福岡、北、佐賀、熊本、天草、長崎、鹿児島、日向、佐伯、府内、大分、別府、高田、以後、 文部省学務局長、自読、区内省の文字御用係などを歴任し、明治十二年、1879年四十六歳の時、勘を退いて文書画の道で寄せを送った。明治十三年、1880年、洋子系の都来により、草壁明確、岩屋十六、松田幸花を中心に、陸長書道の普及運動が盛んになったが、 三州は関心を示さず、元宝に傾倒した。石碑の記号も手掛けており、現在全国に五十基ほどを確認できる。三州の住所録、有限案法有呼吸親戚門人宿所録、明治二十六年が現存しており、その中に多数の門人の氏名、住所が記されている。門人として記載されているのは、以下の各位、秋月慎太郎。 貴族院議員、秋月明蔵、荒木子と、後見た前、安藤与え宗次郎、赤松連城、阿蘇中蔵、池内博氏、池部宗三郎、井上貴子、石黒忠の伊藤矢次郎、伊藤白文、岩越田が勝つ、古虎、江口龍太郎、江間三吉、海老原海太郎、おいかは時、岡沢東介、岡田木作、小原勝五郎、 おはらけんや、おいしかくじろう、おやたかゆき、おうのこしちろう、おうのつねよし、おうむらみき、おくとよひこ、おくらんだ、おたもとき、なんれの、こうさかうんざん、かさはらはんくろう、かないゆきやつ、かなざわきちのじょう、かぶきあきゆき、かめがいこう、かもじゅうしょう、かわいだへいち、かわべもりくえもん、かわせしゅうじ、かわいちよ、きようらけご、きとたかまさ、 木部工事、金光堂、教科書出版社、九郷堂、岸田銀行、草壁明確、同作、小石家政文、富山県知事、久保育次郎、熊田勘太郎、黒川かなえ、児玉翔介、小木三郎、小西美奈雲、小林正義、小松翼宝、後藤隆,後藤隆後藤信、後上康介、近藤忠志、斉藤敏夫、斉藤敏一、佐本久人、佐々木三達、 佐々木信綱、佐藤信弘佐野康、桜信岳、桜今住、坂井弁、島島地も倉、市と、小谷康、茂野康彦、清水希京、清水王さん、柴田忠弘杉間五七郎、杉森堂杉山高都須福公平、須川康市民、須川通、須原哲、須賀雄太郎、須川立一郎、須月倍仙、須月進、 松えまつ口ん平蔵せきぐちけいぞう、せらばいち、そんなかたすくきにや、たなかみつあき、たか高じゅえい、たかしますく、たかさん、高橋七しきしちろう、たけかしひで、たかやなきか一とう、たなかしいちろ田ととみたろう、 公園ちはだ、こうえ、も、ん、ち、また、ね、き、ちかきた、つつみますぞ、つち、つちた、おさむ、つちや、へいしろ、つるみ、かつま、ぼうこう、たつのり、ぼうない、いざ、としおや、とりおこやた、とりおひかり、とよくち、べんじ、な、ま、つつよし、なかじま、うたこ、なかじま、ばいせん、なかむら、いはつち、なかむらや、つたろう、なかの、あきやま、 のぐちかおるのぐちしょうひんのぐちのぬろの口商品、け口ろのむらへいたの村平太郎の村元助らきけんちの村やっしはぎは は、しもとこうは、そう、はいや、さとし、はいや、きいち、ひかしくぜ、みちとみひたか、みたにひたか、ちち、ぶ、ひぽにしやひたの捨ひ、すてぞひたおひかり、ひろせしんいち、ひろせさだふみ、ひさとみじゅんぞう、ふかえきたろう、ふくばよししず、ふくいしげたろう、 前田俊次、牧村正直、真市のさん、増本木平、又野拓、松平康志国、三島中州、武市、三島春道、三好重臣、三好忠志健三井八郎次郎、宮本慶吉、宮吉、毛利玄徳、安川重成、山形有友、山形津田山,山内登る、山尾洋蔵、山本ふ五郎、横井忠直、横田国見、 吉田総さん、吉田番嫁、吉田増造、吉田良徹、渡辺昇、和田とん。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。